ニヤニヤしちゃうね。はい、皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はですね、黒檜山というところに来て、これから登山に行きます。まあ、冬の黒檜山は去年一昨年に、来たんですけれども、今回ね、またねちょっと戻ってきました。雪多いかなと思ったんですけど、まあところどころ残っていてボソボソとしている感じなんですけど、上の方はね無氷もあったりして綺麗な感じなので、楽しんでね来ようと思います。今日は、お気軽キャンパーカズくんっていうね、谷川岳とあとは戸隠山一緒に撮影に、行った仲間なんですけれども、今回も一緒にね登山に行ってこようと思います。ということで、気をつけて行ってこようと思います。じゃあよろしくお願いします。ハズくん身長高いねこれそうだね、あそうかはい、じゃあ行ってきます。はい、はい、ご覧の通りね、あちらが浅間山になります。すごい綺麗ですね。まあ、結構一般的にガトーショコラっていう風にね呼ばれたりすることもあるんですけれども、本当に見た目がねガトーショコラみたいな感じで、綺麗ですね。まあちょっと空は曇天なんですけれども、まあこのスケール感はね本当にあの壮大で、特にこの下のところの斜面というのもすごいことになっててね、この雪の時期はねかなりそこが強調されていて、岩肌がねとってもかっこいいです。でここから15分ぐらい歩いて、少しねあそこまで登っていくと東御の頭というところがあるので、あそこに行くとね、もう少し蛇骨岳とかあっちの方の、景色も見ることができるので、これからあっちに登っていこうかなと思います。で黒檜山の頂上自体はもうちょっと向こうなので、プラス10分ぐらいかけてまた向こうの方にね歩いていくような感じになります。でも僕は結構ここから見る浅間山が一番好きで、ここでね写真撮ったりすることが、多いんですけれども、まあすごい綺麗ですね。よし、じゃあもうちょっとね頑張って歩いていこうと思います。やばい、すごい、おお、すごいね。うわ、そこもすごい。最高に綺麗だね。
事にね、黒布山に到着したんですけれども、もうすごく天気が良くて、浅間山もすごく綺麗にね見えています。今ここっていうのは実は言うと、ちょっと黒布山の頂上から少し蛇骨岳の方にね移動してきた場所になるんですけれども、ここに来るまでのね、あの木々の間の道中もすごく綺麗で、まあ、本当にこう生き物のようなね、そんな感じがするようなね、あの素晴らしい道だったんですけれども、ちょっとそこの森を抜けて、ここ来たところですね、まあ、こんな感じでパノラマな景色がね見ることができます。でちょっとお腹もね空いたので、これでご飯をね、食べたいと思います。でそれ食べたらゆっくりとね戻りながら、ちょっと撮影したりだとかしながら、戻っていこうかなというふうに思います。本当に天気が途中からねこんな感じで青空も綺麗なのでね、良かったです。綺麗だね。ガトーショコラ、ガトーショコラだねよしご飯作るか。はい、いただきます。辛そう。美味しいですね。蒙古タンメン。中卒。最初これ最初見た時中卒って思ったもん。中本、中本です。はい、ということで今回はですね、こちら黒布山にね登山に来たんですけれども、本当に1日いい天気に恵まれて、後ろにねこんな感じでずっと浅間山が見えていて、これを見ながらさっきもねラーメンを食べれてね、本当にあの素晴らしい一日だったかなと思います。今日ね一緒に来てくれたお気軽キャンパーカズくんにね、まあ、ちょっと感想をね聞いてみようかなと思いますんで、いかがですかね。はい、今回初めて黒布山登りに来たんですけど、こんなに浅間山が大きく見えるなんてすごいいい山だなと思いましたね。で、天気もすごい良くて風も少なかったんで、本当に雪山を楽しむっていう意味で、今日一日すごい楽しかったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、という感じでね、今日は、これでね、あとは下っていくだけになるんですけれども、雲もね少し切れたりして光もね入ってきたりするので、ちょっとそんなところも撮影しながらね、ゆっくりとね帰っていこうかと思います。この動画の最後にまた今回の登山で撮った、まあ今回は割とスナップ的な写真が多いと思うんですけれども、スライドショーでね流そうかなと思いますので、よろしければ最後までご覧いただければというふうに思います。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。帰ろう。
い、ということでですね、今回は黒ふやまというところにね登りに来ました。ちょっとそれおかしいよねそれおかしいよね、はい、もう終わったもんねはい、はい、ちょっと深呼吸。はい、ということで今回はですね、この黒ふやまに登山しに来ましたけれども、1日ね本当にありがとうございましたおかしいよ、お気軽キャンパーくんですね、カズくんなんですけれども、どうですかね今日は。天気もすごい良くて、風も弱かったんで、すごい雪山をゆっくり登って楽しめれたっていう感じですかね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回初めて黒ふやま登りに来ましたけど、浅間山が本当にガトーショコラみたいで、ガトーショコラ食べたくなりましたねで、雪山で、初めてこの辛いラーメンをちょっと食べたんですけど、普段こう家で食べてると辛くて食べれない時あるんですけど、やっぱ雪山だと食べれるって、本当雪山って最高だなって思いました。あれちょっとおかしい、なんかカチャっていったよね今ちょっと待って待って、終わっちゃったんじゃない、もうあれって言ってる。